そのこちらの方は仕組みだけを学ぶので、まあ、図解ですのでね、少なくとも文章で聞くよりかは分かるかなと。でもう一つの問題はですね、こちらの方はさっき言いましたように、そのこれですね、私がどのように開発したかのルートで順番に追って説明してるんです。これなぜかと言いますとね、私がなぜこれを、まあ、自分で開発できたかっていうと、実は私は物理の方を読むのが大好きだったんですね。で小説なんかほとんど読まなくてで物理の本読むのが大好きで、といってももちろん一般向けの本なんですね。例えばアインシュタインのね、本ですとか、例えばホーキングの本、ああいう本ね、皆さん読まれたことありますか？ね、あれはね、何が書いてあるかって言いますとね、早い話、物理学者がその大昔はこう考え、それから次にこの学者が出てきてこう考えっていう自分の理論が書いてあるんじゃないんですよ。ほとんどその科学がどのように発展したかが書いてあるんです。だからああいう本ずっと読みますと何ができるかっていうとね、脳の中に思考の回路ができるんです。あ、こう考えて壁にぶつかった、その時こう考えた人がいたのね、そしてここを乗り越えたのね、これの連続なんですよ。これをね、読んだことによって私はこれが考えられたんだなってことが分かったから、皆さんにそれをねお伝えしたかったんです。っていうのはさっきも言いましたように、もう人生どんな生き方でもできるんだけれども、なぜ普通はできないと思うかというと、一回脳をセットしてしまったら、これがね、まあ一番最初だとしますと、この生き方しか知らないんですね。そうすると全く外側が見えないんですよ。これがね、科学者がその宇宙を発見していくとか、まあ、量子の世界を、ね、発見していくのと一緒で、ここまでしか見えないっていう時に、ここをどうやってぶち破って向こうに行くか、これがねみんなわからないから、この世界でおしまいになったんですね。だからこれを乗り越える、そういう回路を持たないといけない。それでこそやっとその自分がですね、その新しい世界、今まで誰も作ったことのない世界を作っていける回路が脳にできるんです。ということで、このルートを、まあ、多くの人は科学の本を読まないので、それを知っていただきたいがために、これを時間順に追って、ここでこう考えた、この疑問が残った、じゃあどうやって解決するのか、それをこれでね学んでいただきたいと思ったんですよ。先にもうね、仕組み知ってしまおうと、頭に入れなさいみたいなそういうのがあってもいいのかなと思ったので、これを作りました。ルートとして学ぶのと、それとまあ、要するに人間的葛藤を含んだルートですよね。それは感情の脳を使うんです。だけどこちら感情の脳を使わないんですよ。だからこそ逆に論理の脳で理解できます。体動かないわって死ぬってね、そのために生きてるとおかしくないですか？絶対おかしいですよね。だからエネルギーはそんなことのために使うんだったら最初から人間いらないじゃないみたいなね話でしょ。だから本当はそうじゃないんだってことですね。本当の理由があるということで、この世界をどういうふうにクリエーションするかっていうね、その面白さがあるから、それをやるための能力とか、まあ、力ね、全部持ってるんですよ、ね、だから使わなきゃ損ない。ある意味バカな夢見てね、どうせ死ぬのねみたいなねで、それが80歳で死ぬのも100歳で死ぬのもあんまり関係ないでしょ。大した違いじゃないですよね。そうじゃなくって、もう永遠に、作りたいものを作って生きられるんだと。ある意味毎晩死んでるんですから、そこでゆっくりしとけばいいじゃないですか、めんどくさかったらねだけどまた生まれてくるんでしょ。それはあまりにもここ面白いからまた生まれてくるんですということでね、面白い人生を生きるためにこの知識を持っておくと、神をやれということですね。そうですね、まあ、責任持つも何もこの世には一人しかいないのでね私誰もブレームしないんですけど本当に私が、ね、誰かに責められたとか言うんですよねどうせ一人しかいないんです。まあ、この図でもいいと思います。例えば今一番にいるとします、ね、その時にこの辺にいる人、これ何番かな、3、4、5番ですね。1番にいるときに5番の人を、バカとか言ったとします、
そうすると自分がそのうちこう回っていって5番になりますので、はい、5番になった時に自分がバカという、ね、声を聞くということになりますね、はい、これがカルマだと、まあ、これで言うならば結局ここが回ってますからね、はい、だから、自分が、まあ、今ここで緑にバカそしたら選ぶもんですからね、次これ次これでいつの間にか緑になった時にその声が返ってきたね、ということですね。まあ本当に、人と自分の違いというものが、自分、まあ、構成要素の量の違いですからね、量の違いなのでいつか同じ量になる日が来るってことですね。とにかくそのビジョンを持つと、まあ、だから本当にある意味ね、その後付けなんですから最終形を願いなんですよね。最終形を、うん、あ、もう飛んじゃう、うん、だからここも絶対外さない、ね、そこばっかり思考していたら、はい、ここが後付けでできてくるんですよ、はい、